月村さん、髪の毛の鑑定結果はどうなったんです？鑑定があっても意味ねえだろ、こんなバッシングじゃ。鑑定があってもってどういう意味ですか？鑑定してないんですか？髪の毛はどうしたんです？おい、やめろ！どうした？やめろ！おい！ある日、世界が受け入れを決めたのは他の惑星から来た難民。絶対スクープあげろよ。日常に紛れ込んだ人間そっくりな姿の、ありがとうございました、 X。 とにかく X を見つけて真相を問い詰めたいです。いらっしゃいませ。こんばんは。あ、柏木涼子と接触に成功。どこか一緒に行きませんか？ケンさんはどう思ってんの？私が X でも好きになった？知りたい、知らない、遺族なんですよね。何グズグズ言ってんだよ。お前金受け取っただろ。フェイクじゃないですか。笹健太郎様、あなたは隣にいる人の本当の姿を知っていますか？隣人 X 疑惑の彼女。